なさんとかね、だからあとからウィーウェイボイルですね、入っていくっていうタイプだったんです。どうでしたこの番組は。あのまあ、一番前に行ったビッグゲストとしてね、今日は選ばれました、まあ、チャンピオンなんですよ、はい、チャンピオンとしてチャンピオンとして、あのなんか思い出残ってるこの今までのところでね、まあ、3ヶ月ぐらいにやってきたんですけど、この番組なんかちょっとこう記憶ありますか。まあでもチャンピオンとして言わせてもらうだけじゃん。やっぱりなんかもうみんなちょっとね話にならなかったっすね。チャンピオンだから。私が取ったポイントはゼロ。どう考えても今年25日だ。サンタ悪いよね。サンタどこくらいですよ。サンタどこくらいですよ。8違う。絶対さん25ですよ。長野さん19。あ、私20歳になりますね。はい。あの他のさ、あで正直言うと今から君はずっといるねここに。うわ本当に2時間で。わあ、お邪魔します。小学校の頃な、まあまあ長めに回してるけど、はい、オンエア聞いてる？あんまねえかな。ああ、ね、結構必死で頑張ったんですけど。だから今日はたっぷりとしゃべる。いっぱい爪痕残せますね。そうだよ。頑張って、なお残り残してみます。いいかもしれないよ。俺もうなんかベロンベロン、ベロンベロンってかもしんねえからね。そこ注目ね。それぐらい。はい。ね。すごいですね。これ、どういうことやったかというと、あの、